こんにちは。今日は月曜日の手帳ルーティーンの動画を撮ってみました。初めて後から動画に声を入れてるので、今日は地声でお届けします。ちょっと喋るのも遅くてだるかったらすいません。朝はロールバーの M サイズから最初に書き始めます。今日は月曜日なので、セリアで買ったこのウィークリー付箋を2枚ページに貼りました。1枚は予定とかトゥードゥー管理のために付箋を使って、もう1枚は毎日の献立メニューを考えるために使ってます。これ今メニューの付箋に日付を書いてるところ。週のメニューを考えるのは先週から始めたんですけど、まあ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 使えてるかなって感じです。でこの付箋の下には今冷蔵庫にある食材の在庫のリストを書いてます。先週のリストを見て残ってる食材を書き出してます。こうしないとね、なんか食材使ってないのがたびたび出てきちゃってたので、これはちょっと良くないなと思って先週から始めました始めたばっかりなので、まあ続くかわかんないんですけど、トゥードゥーリストと同じページに見開きであるので、他の手帳に書くよりは続きそうだなと思ってます。在庫を書き終わったので、今度は下のトゥードゥーリストの付箋に日付を書いてます。自分でね、書き込むタイプだから全然雑に使えるので、これめちゃめちゃ私に合ってました。これはどれくらいやってるかな、1ヶ月以上はやってます。先週やり残したことがないか確認して今週に転記してます。大体ここは YouTube で撮りたいこととか、あと買うものリストとか、そういうのを書いてます。終わりました。メニュー真っ白で食材だけとりあえず書いときました。なんか動画撮りながらやってるからちょっとたまに挙動不審なんですけど緊張してますでロールバーの後はプロッターの M 棒を開いてます。今これは持ち歩き用とトゥードゥーリスト用の手帳です。今日のところにしおりを写して今日のやることリストを書いていってます。ここにはとりあえずやりたいことリストを作っていて、その日なんか余裕があればここからできそうなものをデイリーのページに転記してます。私が使ってる日付入りのデイリーのリフィルはデイトゥデイ365というリフィルで、個人の作家さんが販売しているものを購入して使ってます。概要欄に詳細載せておきます。で今はやりたいことリストの中で今やりたいことを見つけたので、それを今からやろうとしてます。ちょっとまた挙動不審なんですけどこの間 Amazon の Kindle Unlimited でちょっと良さそうな本を見つけたので、それを今からやろうとしてます。すぐ動ける人の週一ノート術という本を見つけて読んでみたら、これ良さそうじゃんと思ったので、ロールバーにまとめて今週からちょっと書き始めました。私今年のスローガンがとりあえず何かやろうっていうスローガンにしてるんですけど、それになんか合う仮決め仮行動をするっていうのが合いそうだなと思って、しかも週1書けばいいということで、めんどくさがりな私にちょうどいいじゃんと思って始めてみました。毎日決められたことをしなさいって言われると絶対に続かないんですけど私、でも週1ならできそうだなと思ったし、私あんまりこうやりたいこととか未来のことを考えられないんですけど、その週のことを考えるだけだったら
まあ、私でもできるので、これはちょっとやってみたいなと思って、本を先週読み込んで今週から始めました。 Kindle Unlimited に入ってる人なら無料で読めるので、興味のある方は読んでみてください。ざっくり言うと、先週の良かったことや嬉しかったことを3つまず書き出して、その次に、もし今週が最高の1週間になるとしたらどんないい出来事があるか、そのいい出来事が叶った定義で3つ書き出して、でその次に現時点での悩みや課題や不安を箇条書きで書いて、で最後にその今までの3つの項目の中から1つずつその内容をどう改善していくかを仮に決めるで書き出すって感じで、仮行動なので、その週が終わってなんか自分的に違うなと思ったら次の週は別の行動を書いてもいいし、その行動が自分に合ってたらまた次の週もそれで続ければいいしっていう、なんか柔軟な感じがとてもいいなと思ってやってみました。しばらく続けてみて良さそうだったらまた動画にしてみたいと思います。今週初めて書くのでちょっとね、内容に苦戦してます。あまりにも苦戦してるので終わるまで8倍速でお届けします。8倍速でも結構悩んでる。やっと書き終わりました。今週はこんな感じで書いてみました。で、トゥードゥーリストが終わったのでチェックを入れてます。ロルバーンの M サイズとプロッターの作業が終わったので、最後はロルバーンの L サイズを書いていきます。ロルバーンはデイリーログとして使ってます。最初はガントチャートのチェックできるところをチェックして、それからデイリーログを書き始めます。今は携帯のメモをチェックしながら前日の寝た時間を書いてます。ロルバーンの後ろのポケットにテンプレートと日付シールとあと付箋を貼ってるので、そこからその日の分を剥がしてデイリーのページを書きます。これは前日のチェック漏れを埋めて、日付シールはシーンで買いました。これ1年使えて200円しなかったのでめっちゃコスパがいいです。日付シール貼ってるけど手書きでも日付は書いてます。この付箋には体調記録を書いてます。体調記録は他の手帳にも転記するので見やすいように付箋に書きました。で、携帯で天気を調べて今日の天気を書きました。今日最低気温マイナス12度だって、死んじゃうよね。これはダイソーのテンプレートで YouTube の登録者数を記録しておく欄を書いてます。で、テンプレートとか終わったのでしまって、ここから1日のデイリーログ行動記録を書きます。これは朝起きた時間と睡眠時間を書いてます。指を割らないと睡眠時間計算できないんですよね。で、その横に今日の体調の記録とか、あと見た夢覚えてたら書いたり、その日の天気のこととかを書いたりもします。だいたいね、雪が降り始めてからは積雪量とか除雪しなきゃとか、そういうのを書いてます。デイリーログには行動記録の他に独り言的なつぶやきも書くんですけど、これ今ノートの文字見えてんのかな。今書いてるのはサプリを飲んだらやたら目覚めが良かったことと、雪が全然積もってないから買い物に行こうっていうのと、 YouTube を撮りながら書いてるよっていうのを書いてますね今。
このデイリーログの書き方もまた動画にしたいと思ってるので、やる気のある時に撮りたいと思います。っていうかね、台本がないと私動画を撮りながら喋れないので、まず台本作らないとな。普段の購入品記録とかはさすがに台本はないんだけど、こういうね、紹介、ちゃんと紹介するための動画は台本がないと何を言ったかすぐ忘れちゃうので、頑張って台本書いて近いうちに動画アップできるようにしたいと思います。デイリーログがとりあえず書き終わったので、次はまたロールバーンの M サイズに戻りました。これは献立リストを見てますね。うち毎週金曜日はカレーの日なので、そこだけ先に決めておいて、あとは在庫をチェックして今日買い物に行くので、その下準備をこれからします。買い物リストは M5 のプロッターに入れてるので、そこから今日買うものを移動させてます。買う頻度の高いものをフィルム線に書いて、移動しても破れないようにしてます。この一番最初のリフィルが買うリストのページで、その後ろが付箋を置いとくページです。一応ね、ジャンル別に分けてはいます。あとは自分の買い物リストとかトゥードゥーページを見直して、朝の手帳タイムは終わりです。プロッターのね、この手触りと匂いが好きなので、よくこうやって書いてますではここまで見てくださってありがとうございました。初めてのアフレコ動画でちょっとグダグダすぎてすいません。尺が足りなくて静止画になっちゃいました。また次こういうのを撮るときはちゃんと台本作ってやろうと思います。ではまた他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。